吉田義勝はアマチュアレスリング選手。1964年東京オリンピックレスリングフリースタイルフライ級金メダリスト。北海道旭川市出身。北海道旭川商業高等学校定時制課程でアマチュアレスリングをはじめ日本大学に進学。1964年大学4年の時に全日本選手権で優勝したことで八田一郎の指名で 東京オリンピック代表に選出される。代表選出後は、当時世界最強と言われ、日本選手が勝てなかった強敵のアリアリエフ打倒のために、当時のフライ級第一人者だった、今泉優作と徹底的にスパーリングを行ったという。本番のオリンピックでは、アリエフと5回戦で戦い、素早い動きでアリエフを封じ、アリエフが、 対戦相手を引き寄せる際にかかとに体重が乗る癖を見抜いて終了間際にアリーエフのバックを取ってポイントを奪い1から0で勝利決勝戦ではチャンチャンスンを下してこの種目で初めての金メダルを獲得タックルまた先予告寿司などを得意とした日大の卒業式に向かう途中金メダルを電車の網棚に置き忘れるという失態を演じた幸い メダルは4日後に匿名の人物より返還された。卒業後は明治入業に入社し、後に本社取締役及び関連会社である明治入業販売社長を務めている。ありがとうございます。